身長ビヨーン、医学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしていきたいチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは成長ホルモン治療の費用についてお話しさせていただきたいと思います。成長ホルモン治療ということで、身長治療の最も強力な治療の一つになってまいります。毎日ね、注射して行っていくわけなんですけども、当院では自費で行っているわけですけど、実際ねどれくらい値段がかかるかっていうところを説明させてください。細かいところね、実際にご覧いただいて、いろんなね計算していかなくちゃいけないんですけど、動画なので簡単に概略だけ説明させてください。まず治療に関して言うと、体重に依存しますよっていうところになります。一つの目安としては、例えば体重が20キロのお子さんであれば、月額で言うと14万円ぐらいかかるでしょう。年間で言うと168万円ぐらいかかるんじゃないですかっていう説明です。体重が30キロですと21万円ぐらい、年間で言うと252万円。体重40キロですと月額28万円、年間で336万円。体重50キロですと月額35万円、年間で言うと420万円。これぐらいねかかるというふうにご理解いただくとまずはいいと思います。パッとね聞いていただいた通りなんですけど、非常に値段が高いのは成長ホルモン治療の特徴になりますので、その点ご注意されてください。治療期間ですね、1年だけではなく2年、3年というふうに治療される方も非常に多いです。一方でなんですけど、今ね、お伝えした数字よりも安くなるケースもあります。使う成長ホルモンの製剤だったりだとか、投与量を調節することによって安くすることもできます。ただし、これ以上に値段がね、高くなるケースもありますので、その点は十分ご注意ください。少なくともですね、月額あたり数十万円かかるんだな、年間で見ると数百万円かかる。そんな治療がですね、成長ホルモン治療。そういうふうにご理解いただくとよろしいかなというふうに思います。参考になりましたでしょうか。それではまた、バイバーイ。